アメコズです。すいませんでした。あ、企画会議の内容あ、見せちゃうよ。はい、というわけで今回なんですけれども、はい、ちょっと待ってね、なんで見てんの、なんかしたか今日俺。ここかそこならこれそこだな。いいじゃない。今回なんですけど、僕たち毎週土曜日、2,3 時間会議してるじゃないですか。その会議の様子をまんまお届けするっていう企画になってます。ああ、じゃあもうコムドットだ俺たち。結構あの自分たちで言うのもなんだけど、まあ企画力に自信あるというか、人と違った企画をやりたいみたいなのはあるからね。そうだね。企画凝ってるって言ってるやつらが出す企画じゃない。医者の不養生ってやつかな。企画会議やっていきます。じゃあ、まあいつも通り、会議やりましょう。お願いします。お願いします。まあ先週ちょっとボツになったやつもあったから、あれボツになったのあれだっけ、上海でミャンマーしてみただっけ。うん、違うミャンマーで上海したじゃない。そうっすか。来週かカメラ意識してるから。いつもやってるやん。いつも通りやろ。いつも通りがいいっすよ。結構そこも予定合わせないといけないから、って考えると結構ね、あれなんだよな。そうだな。で、俺自身もさ、あれ俺ワクチンあるやん。ワクチンのさ、とこに合わせてさ、あ、ごめん、この熱はやった方がいいから。あ、そうだそうだそうだ。いや、結構ワクチンとのあれでさ、取れない日もあるから。乾燥しね。ちょっと飲んで、飲んで乾燥する。で、パンコメが編集結構やばいから、そうね。どうしよう。パンコメ編集できてないから、ちゃんと俺のせいだな。今、あれパンコメ全然出てないやつ。俺のせいだから。3週間ぐらい経ってるから。そうだよ。パンコメ出して、手伝ってほしいから。そうだね。やっぱこのままだとさ、やっぱ編集4人じゃなくて3人。大丈夫。やばすぎ。ごめん、ティッシュ。コロナのとかあるよそれ。ごめん、変なとこ入った。いや、ソータのバイトも結構多いから。バイト辞めるって言ってはない。いや、今所持金マイナス7万。あー、辞めるか。今マイナス3万で、あさってかな、ちょうど引き落とし4万。計算があってね、人ってプラスにならないと食事とかで生きていけない。だからバイトさせてよ。なんとだろ。そうでしょ。まともな意見なんだ。まあソータが面白くするに頑張ってくれてんだけど、オープニングもうちょっと短く俺構成してやってこうと思ってるけど、めちゃくちゃ変だよオープニングをさ、オープニング、オープニング、そうオープニングでだって言ってるのよ最近急に。やりにくいな。まあどうなんだろう。匂い的にはシャンパーニュ地方。何の話してるの。匂いがするから。匂いだ。そこで一回なんか刺激的な一山みたいなのをそう入れればカマンベールチーズとすごい合うし、おつまみいただこうとしてる。そしたらまあ美味しくいただけるんじゃないかなっていうのは確かにあるかな。何の話してるの。それお前それ多分ワインだろそれ。確かに確かに認めつつ一理ある。一応ターゲット層がさ、俺らはそんな年齢が高くないじゃん。もう低めじゃん。中高生みたいなターゲットにしてるから、なんか結構俺ら気にならないでいける。ヘイ仮に飲むとしてもヘイってダサい。お前さ、水じゃなかったんかい。お前水な感じで来ただろお前。それだったんかお前。あアルコールのキスだったんすよ。ああいう全然良くないよ。危ない。え？もう倒れたじゃねえかお前。何なんだそれ。待って、じゃうるさくなってるって。お前落ち着こう。乾杯。オープニングビデオしないといけないし、15秒に1回ぐらいは笑いのポイントみたい。ブツブツ喋んなよお前。こっち見んなって怖い。いや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 じゃあ、どっちも喋んないで。じゃあ、おさかに質問あるじゃない。何なんだよ、それ。じゃあ、理由でしょ、維持率が低い企業。ガチャのこと言うと、やっぱ、白敵の多さ、結構大事だったりする。そうだね、あの、白敵を等間隔に入れることで、その、視聴者を飽きさせないのっていうのは。そうと思うよ。何回目だよ、お前、それ。つまみ欲しい。じゃあさ、つまみ欲しい言っちゃってんじゃん。つまみ欲しい。あ、いい。いいよ。お前食パン珍しいな。喋れや。え、全然これそんでごめんなさい。レタス多すぎねえか。レタス多すぎねえか。レタス多すぎねえか。
ベタス多すぎる。さすがマシすぎだろ、そのパン。ベタス多すぎるから廃棄になってんだろ。浅くすぎる。なんで？ガチな方なんだけど、だから今まで俺らがやってきた企画って良かったのかなって俺思ってて。俺は全部ダメだと思ってる。全部ダメ、うん、じゃあやめとけよ。そうそう、だから俺ら内に完結させるんだったら、酒飲んで泥酔してみたとか。酒ばっかだな、おい。いや、お前はないの、じゃあ。振ってんだよ、早く。テキーラ使ってたから考えて。なんでテキーラ使ってたから考えてやるんだよ。TikTok 見てないでしょ。よろず TikTok めっちゃ研究してるじゃん。あ、トレンド今テキーラで。来てんの。飲むからだよ。飲みすぎてるからだよ。テキーラ使ったら、多分 TikTok がバズると思うし。バズんねえよ。誰がそうだよな。いや、こいつガチで研究してる。バズる、バズらない顔して。いや、もう。めっちゃ風邪が増してきてるよ、え？いや、初対面の人の話は飲まなきゃやってんだからね。初対面じゃないからね。やっぱ飲まなきゃ初対面とか言わない方がいいって。もう元のことずっと気まずいって言ってて。いや、それは知っても、目の前で言われるの。いや、まだ気まずいって言われるから。なんで目の前で言うの？だから元だとの撮影の時は基本的にお酒を飲めたいって言ってた。なんでクラブだと思ってる会議だからね。なんでオナニーの対義語やん。偉いよ、お前は。偉いよ。何偉いんだよ。お前そしたら全然偉くねえな。ずっと止まってるよ、手が。弱いんだろ、お前。なんでなんだよ。もうダウンしてるよ。もう怖いって。何それは。今月ね、1292話。誰が見るんだよ。それ何話？あれは3話。そこまで行くと何話なの？これ2話。2話？えぇ、ゴミ時点でだんだん面白くなくなってる。最初マックス。最後最悪だったぞ、これ。ベイマックスみたいに言うなよ。言ってないよ。何畳みかけてんだよ。終わってるから会議として。会議をやろうってみんな心配になるわ。いやー、それ。いや、それ。ソータが飲むぞ、えい。ソータが飲むぞ、えい。ソータが飲むぞ、ソータが飲むぞ、ソータが飲むぞ。ちょっと待って、いやごめん、最後元がちゃんと出るから、もうちょいだけ頑張って、ね、いや、もうちょいだけ頑張って、うん、ソータのバイトなのに。ソータさ、来週の火曜日、月曜日と水曜日どっちも入ってるでしょ。なし。え、なし。なし。なし。なし、なし、火曜日、なし、火曜日と、なし、終わってるから入って。なんかもうこの感じみんななんかお酒ばっか飲んじゃってなかなかすまなかったんですけど、普段真面目にやってるんで、ぜひね、僕たちはこれからね3万人まで、応援していただけるとありがたいなと思います。まあね、これからはちょっとやっていこうと思うんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それではジャニー。